特に一番調子悪そうだった小島先生が上がったっていうことが瀬戸さんの反省点の何かに引っかかると思いますね。一色狙いですかね。第一チャレンマー久野子さんもダブなんといつか。ちょっとこれ重たいですね。問い付けでいくかっていうところですか。瀬戸熊だからちょっと手堅くっていうかかなり、ね、そうですね、なりそうですよね。この時トーナメント戦としてまあよくあるのがこの瀬戸熊さんと前原さん並びで、うん、まあ、前原さんに多少こう2人で曲を進めましょうよっていうような会話はあるかもしれないですね、うん。お、初か。お、これはもちろん狙ってますよね。もちろんあれを、ただ小島さんの手配がやっぱり一色手狙いというか変則手は見えてますね。そうですね、もろただ手格好は思ったよりはいいといいですよね。多分周りが思ってるより想像以上ですよね。おそらく先生点数がないから攻めに行ったんじゃないかなぐらいに考えてもらえれば、うん、うわー押し寄せる。でもこれ国士かと思って逆にチューンとかさばいてるんじゃないですか。あ、リアンピン大きいですね、このリアンピン。確かに、あ、確かにこのリアンピンがなければ全然上がりづらいやつが上がれてしまうかも、うん。まだ誰も持ってないし、まあ金子さんがチューン持ってるだけか。白重ねてでもどうすんだろう。チーピンはピンサブローピングラメになんないから、あ、チュンだ。これチュンはどうしますかね。これ1枚目もし出たらでもあんまり抱えると大変ですからね。お、大マンひとまずですね。あ、おー、これでイーシャンテンだ。メンホンイーシャンテン、いや、ここまで来るともうフォンテンスは取りたくない感じですね。一応国士だったら今のリアンピンドーピング逆かなっていうのは細かく考えるとそうな感じにはなるんですけど、まあ、ただそれも演出かもしれないという。裏の裏、確かにね、そうですよね。さあ、自敗がいつ出るかですけど、前田さんローマン打ったってことは結構抑え込んじゃうんじゃないかなっていうイメージがあるんですけどね。そうですね、そこでローマンっていうのがかなり守りを意識した打牌じゃないかなと。逆に金子さんとか中の間に合うドンピシャで間に合う可能性があるんじゃないですかね。難しいですね、金子さんのチューンは。先生の捨て牌から判別しづらいだけに。そうですね、国士って種切れしてます。シャワーまだ3枚ですよね。他は出てないか。9万もまだですね。なんだ、うわー、うわー、どうしますって。これはリーチしました。チューンはもう2枚持たれてる。あと6ピンですね。9ピンチューンのリーチを入れたのは小島。いや、もう逆に足止めてゆっくり積もろうってことですよね。これはどう見えるかな。どう見えますかね、他が。あ、でも国士リーチだったらさすがに読まないでしょ。ああ、何、5ピン2枚で9ピン1枚生きてますよ、これ。これは来ましたね。変則手はね、もう明らかですからね。さあ、どうだ。でも現物が打てないですよ、ね、積もるかどうか。あ、そうだ、来た、すごい、これは来た。一発倍利息積も面本発。あ、1個乗ればか。1個乗れば乗るか。乗らず。あ、すごい手が安めな。うん、うん、いやいやいや、すごいな。そうですね、本当きっかけになってますよね、うん。すると瀬戸熊さんの地位がね、どうだったかって、うん、もうあんな一つで変わっちゃうのかって。で、これリーチだから6000円ですもんね。はい。